皆さんご機嫌いかがでしょうか山と物語の第106弾2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはか。次はく。そしてて。次は古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次はの。これは女。 読み仮名は、お。それから、ん。次は、な。これは、い。次は、て。これは、踊り字です。次は、二文字続けて読んでみましょう。ものと書いてあります。次は、聞こえるという漢字を崩したものです。読み仮名は、き。次は、こ。これは、へ。 この部分はえです。次はな。次はと。次はす。これはれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次はと。これはあ。次はは。次はてです。これはの。 次は3という漢字を崩したもので、みと読みます。次はあ。次はり。これはけ。次はれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次はは。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。かくて、いでて、もの聞こえなどすれど、あわでのみありければ。 こうしてこの女は出てきて話などをするのだが、決して会わなかったので、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはみ、次はこ、これはおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次ははちという漢字を崩したもので、はと読みます。 これはし。次はま。これはし。次はた。次はり。そして、検討トのケという漢字を崩したもので、けと読みます。次はる。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はつき。これはの。 これはい、次はと、これはあ、そして可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはか、次はり、これはけ、次はれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次ははちという漢字を崩したもので、はと読みます。次はよ これは3という漢字を崩したもので、みと読みます。次はたもうという漢字を崩したものです。次はひ。これは遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次はる。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。みこおわしましたりけるに月の糸赤か,かりければ読みたまいける。 ミコはおいでになったあるよ。月が体操明るく照っていたので、お読みになったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは夜という漢字を崩したものです。読みがなはよ。次はな。これは2文字以上続ける踊り字です。よなよな。 となります次はにという漢字を崩したものでにと読みます。次はい。これは川という漢字を崩したものでつと読みます。次はと。これはみるという漢字を崩したものです。読みがなはさんという漢字を崩したものでみと読みます。次はし。これはか。 次はと。これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はな。これはく。次はて。これはい。そしてり。次は丹波のたんにという漢字です。 にと読みます次はし。次は月。読みがなは生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みます。これはき。次はと。これはい。そしてひ。次はて。これは屋根のやという漢字を崩したもので、やと読みます。 次は「三」という漢字を崩したもので「み」と読みますこれは「な」次は「ん」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう夜な夜なに「いず」と「みしかど」はかなくて「いりにし」「つき」と「いいて」「やみなん」夜ごとに「出ておいで」のお姿は拝見しましたが むなしく中にお入りになってしまうあなたを、はかなく西へ沈んでしまった月だと言って、そのまま諦めてしまいましょう。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは登るという漢字を崩したもので、とと読みます。読み仮名はと。次はの。 これは、たもうという漢字を崩したものです。次は「ひ。これは介護の会という漢字を崩したもので「け」と読みます。次は「り」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。「とのたまいけり」という歌をお読みなさったとなります。 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんようさようなら。